はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあまた明日の朝にでもお手伝いをお願いします。みはるちゃん、寝る前に食べるのは良くないのだ。はあ。それじゃあ私はもう少し調べてから。そうですよ、体を壊してしまいますし、無理をしても頭の働きが鈍りますから。適度に休んだ方が結果的には効率はいいのだ。それはそうなのですが、私セイレンと地球が元に戻っても、もしカナタさんが病気になってしまったら全然嬉しくないです。ございます。皆さん、今日はもう終わりにして休みますね。それがいいのだ。ちゃんと起こしてあげますから、ぐっすり寝てくださいね。はい、ありがとうございます。それではおやすみなさい。
やはり間違いない。犯罪者を追ってこんなものを見つけることができると。あなたは？これ、まさかこんなところに隠していたとはな。これで言い逃れもできそうにないな。言い逃れ？それよりその資料に何の用ですか？何の用かなどお前には関係がないだろう。よかったな。お前の拘束よりも任務の優先順位は時空の研究データの確保が上だから、今は拘束はせずにいておこう。そこをどいてもらえるかな。もちろんお前が邪魔をするなら。そんな、あなたも時空管理局の人なんでしょ。だったら目的の人以外に秘密が漏れるようなことは禁止されているはずですよ。原則はそうだ。だがそれはお前たちのような所属と立場の場合。それに立場が変わらずとも任務によって条件が違うはず。例えば任務における罰則だってそう。失敗が原稿の場合もあれば、時空の狭間に閉じ込められる場合もある。でも地球の人に、いいえ、まともに話を聞かない上に武器を持たない人を撃とうなんて間違ってます。甘いな。管理課のお前たちに比べより高い権限が与えられていることぐらい、この状況下なら理解はできるだろう。ですけれど、それはカナタさんの大切な人の。わかるんですか？あなたに離れ離れになった人の。お、コヨちゃん落ち着くのだ。どうしたのだ？コヨちゃんらしくないのだ。カナタお姉さんを追うだけじゃなくて研究データも探していたっていうのはどういうことなのだ？お姉さん一体何者なのだ？やっぱり特務課の人だったりするのか？いいだろう。犯罪者に手を貸すようなものと話が通じるとは思っていなかった。予想より冷静なようだから教えてやろう。私の名はアキラ。ともか、お前の言う通りだ。今回の事態の収拾のため任務を与えられた。え？どうして友達の名前まで知っているのだ？関係者のことは調べるのが当然。小読み、ともか、そして美春、お前たち何を考えてるのか知らないが、まだこんなことをしていてよいのかな。どういうことなのだ？二人ともこの世界とのつながりが近日中になくなる可能性があるという通告は受けているだろう。それは、はい。セーレンの観測でもこのつながりの希薄化が確認された。そうだな。現状では夜中の特定の時間、1時間程度しかつなげることができない。それでこの前、小弓さんがセーレンへ戻れなかったんですか？この事態を受けて、警告レベルは世界のつながりの喪失の可能性から緊急の避難勧告に上がった。それはまずいのだ。時空管理課による研究では、世界のつながりがなくなるのは24日から25日の深夜。お前たちがどう考えているのか知らないが、このままではセーレンに帰還する機会を失うぞ。そんな。その観測に間違いはないのだな。現在の段階で誤差率はプラスマイナス 8%。 今後の観測ではもっと近づいていくはず。分かっただろ。だから私には無駄にしている時間はない。いいかな、そこをどいてもらっても。いいえ、ここは通せません。たとえ銃で撃たれても
たとえセイレンに帰れなくなっても私にとってそれはかけがえのないものですから。それは残念。それでは使わせてもらおう。甘いな。そんなことうまくいくはずがないだろう。さよなら。これは閃光弾。眩しいだけなのだ。早く追わないと逃げられるのだ。そんなこと言っても目の前が真っ白で目がチカチカして。ちょっとユキナリ、どこ触ってんのよ。あ、それ私です。あ、眩しくて目が開けられないです。大事な資料だったのか。ここのものはカナタさんのご両親が残したものですから、全部カナタさんには大事なものですよ。それはそうなのだ。申し訳ないのだ。いいんです。研究資料として価値の肯定があるのは当然ですから。ただまだ調べてなかった資料とはいえ、あのアキラさんの様子では間違いなく重要なものだと思います。短時間でそんなものを見つけるなんて、やっぱりすごい人なんですね。はい、私もあんなところに資料があったとは気づきませんでした。もしあれが大切だから隠されていたとしたら、あれが全体の鍵になる資料だとしたら、ここに残っているデータを調べても全てが徒労に終わるかもしれません。そうしたら私は。ユキナリさん、そうですよ、カナタさん、そんな風に落ち込まないでください。あのアキラって人、夜中にしかセイレンに行けないような話をしてたわよね。確か夜中の特定の時間、1時間の間でしかと言われてました。この前ユキナリの家に現れた時間を考えると、今日は無理だろうし、明日の夜中までは取り返すチャンスがあることになるわね。そうですね、わかりました。必ず取り戻しましょう。ですので、やはりあの資料は取り戻さないといけないようです。実はいろいろ考えたのですが、一つ作戦があります。カナタさんすごいです。それどんな作戦なんですか。彼女は資料の回収は私の拘束より優先順位の高い任務だと言いました。ですが、私の拘束がそのことにより不必要になるとも言っていませんでした。そうですね、それは確かに。ですから、あの資料を安全なところに確保したら、再び私を捕らえに来るのではないでしょうか。カナタお姉さんを捕まえに来たアキラお姉さんを逆に捕まえるということなのか。はい、
その通りです。でも時間的な余裕はありません。これがベストの選択だと思います。雪成さん、雪成さんは昨日私に言ってくれたじゃないですか、大丈夫だよって。美春さんも皆さんもおかげで私すごく安心できたんです。ですから少しぐらい危ないことでもやってみたいと思っているんです。それに皆さんなら絶対に彼女を捕まえて資料を取り返してくれるって。はい、もちろんですよ。それに人のものを持って行っちゃうような人は悪い人ですよね。ありがとうございます。トモにもお任せなのだ。私も頑張ります。あの銃が眩しいだけって分かってれば何度も同じ手は食わないしね。カナタさん、美しい女性のためならこの福山協力を惜しみません。な、福山、あんたいつからいたのよ。さっきからいましたわ。兄は呼ばれてもいないのに湧いて出るような人ですから。小島、俺たちは囁いていただけだ。大きさの問題じゃないわよ。あんたたちは中身がダメなの。状況を考えなさい。確かに小島の大きさはダントツだな。うん、間違いない。それに言うだけあって中身も悪く。状況を考えなさいって言ってるでしょ。もうお兄様、小島先輩の大きさはどうでもいいですから早く渡しましょう。誰もいないようですわね。間違いない。まっすぐ行けばうちの庭に出るはずだ。庭ってあのどこの国かわからないような場所？前に遭難しかけた。二人とも嫌そうな顔をするな。近道なだけではなく、あそこを通ればそう簡単には追ってこられない。確かにそうね。でもバカの福山にしてはよく考えたわね。それ私のアイデアですわ。お兄様の頭でそんなこと考えられるはずがありませんもの。納得したわ、さすがリサちゃん。かわいい妹が褒められているはずなのに腹が立ってくるのはなぜだ。それより急ぎましょう。着いてからもやることはたくさんですもの。時間がありませんわ。しないはずです。そうなのだ。多分教会近くから調べ始めてそろそろこっちにまで。あ、来たのだ。
どうしたんだ？こんな人目につくところでのんびりと待ち合わせか？ええ、あなたと。そう、自首でもするつもりか。それなら私も手間が省ける。では、希望通り拘束させてもらおう。よし、かなたお姉さんに近づき始めたのだ。あと、もうちょっとです。そうでもないようだな。自分をおとりにする度胸は認めるが、こんな子供騙しの落とし穴で私を騙せるなんて思っていたのか。それにお前たちも、そんなところで落とし穴を見守っていないで出てくるがいい。気配を隠すも何もあったものじゃない。あら、バレちゃいました。せっかくたくさん掘ったのに。それで落とし穴で私を捕まえてどうするつもりだ？その準備をする時間で逃げ出せばよかっただろう。逃げなんてしません。昨日盗み出したものを返してもらいたいだけです。ずっと隠し持っておいて今さら資料に何の用があるのか知らないが、返すわけにはいかない。これは私の仕事だからな。それは、それでお仕事だから私を捕まえるんですか？もちろんそうに決まっている。観念しろ。そうですか。不法時空跳躍の容疑及び時空間以上の重要参考人として身柄を拘束する。今です。しまった、落とし穴の中に。今だ小島。な、こっちもか。ネットだと。くそ。特殊な金属繊維でできた網ですよ。ちょっとやそっとの力では外れはしません。どんな魔法を持ちでも切られないように私の呪術もかけてありますのよ。あがいても無駄ですわ。あがいてどうすんのよ。ちょっとは我慢しなさい。さあ、聞いたでしょ。もう逃げられないわ。盗んだ資料を返しなさい。盗んだだと？お前たちに言われる筋合いはない。それにたとえ私の身がどうなろうとも、お前たちのような犯罪者たちに渡すことなどできるわけがないだろう。あの資料は時空管理局の調査を経て手にすべき資格を持つ者のもとに返さねばならないのだ。だから、その手にすべき資格はかなたお姉さんにあるのだ。何を寝ぼけたことを。マユカが地球で亡くなった状況下ではまずは時空管理局が回収するしかないだろう。え、マユカ？マユカさんのことを知っているんですか？それがどうした。アキラさん、聞いてください。カナタさんはマユカさんの娘さんなんです。だからそれはカナタさんにとってお母さんとお父さんの形見になるんです。カナタがマユカの娘だと。確かに養子とはなっていたが本当か。ええ、多分だけど、でも間違いないと思う。しかし、お前はセイレンで育ち、地球に渡ったはず。どういうことだ。私は15年前、赤ん坊だった頃に本当の両親からはぐれて一人でいたところを母さんに拾われた。私が唯一持っていたこのペンダント、これを調べているうちに使われている部品の一部が
地球という世界のものだと分かった。だから私は機会を待ち、この世界へ。私が一人セイレンにいた理由を探すため、そして私の地球の両親を探すために。あ、そうか、そういうことか。なるほど。な、そうだな、そういうことなら条件付きで返してもいい。条件付き？取引ということ？そういうことだ。でも条件って、まさか素直に捕まれとか。そんなこと私が許しませんわよ。警戒するな。世界の危機を回避するため協力してくれるならだ。それでいいんですか？このまま資料を接収し、時空管理局で調べ、彼方を拘束し、セイレンにて裁く。それよりも研究の第一人者に研究資料を調べさせ、事態打開に向けて行動する方がいい結果を生む可能性が高い。私はそう判断しただけだ。なんだか素直じゃないですわね。でもそれなら良かったですわ。ええ、そのことならこちらからお願いしたいぐらいですし。そうなのだ。それを無理やり持っていって止めたのはアキラお姉さんの方なのだ。いや、やはり条件を変えよう。一つ追加させてもらう。え、ともかさんが変なこと言うからですよ。あわわ、そんなこと言ってもともは嘘はついてないのだ。全てはこの網をほどいてもらってからだ。さすがに男性とこの状況のままでは照れくさくてな。教えてください。母のこと。ずっと私は、両親も私も地球の人で、私だけが世界のつながりに入り込んだことでセイレンに来たのだと思っていました。でもあの部屋にたどり着いて冷静になれました。あの研究は地球の科学者の研究ではありえません。そういえば研究はわからないけど、普通の研究室にしてはへんてこなものもあったわね。ペンダントもそうです。見慣れない地球の部品だけに気を取られ、セイレンの部品も存在していた意味にまで気が回れなかった。アキラさん、あなたは母の名を知っていた。教えてください。母は一体何者だったんですか？そうだな、一部は憶測になるが、それでもお前、いや、彼方がよければ答えておこう。お願いします。十数年前、今と同じように世界のつながりが失われそうになったことがあった。マユカさんはその時、セイレンと地球のつながりを調査するために地球へ派遣された研究者の中心人物だった。やはりそうですか。研究チームには珍しく男性も含まれていた。これは憶測だが、おそらくその男性が彼方の父親だろう。間違いなくセイレンの人間だ。生まれたのはこの地球だとしてもな。それから数年、彼女の研究にもかかわらず、世界のつながりは最後まで調査をしていた夫妻を残して途絶えてしまった。その後十数年の時を経て、セイレンと地球が再びつながっても、
彼女たちからの連絡はなく、さまざまな調査でも行方は知れず、結局調査は打ち切り、生死不明のまま全ては終わるはずだった。終わるはずだった？それは世界のつながりがなくなる兆候が現れたことが原因ですか？そう。だから少しでも情報を得ようと、まゆかさんと研究成果を探す案が出され、再び調査が開始されることになった。そのタイミングで彼方さんはこちらに来られたんですわね。彼方さんには申し訳ないが、それは俺みたいなバカでも疑いたくなるな。ああ、何か関係がある。正直に言えば、フォーに地球へ渡った容疑だけではなく、今回の現象を起こした容疑があった。そう、だったんですね。彼方の母親についてはこれぐらいだ。ほら、この資料は約束通り渡しておこう。それと、中に目を通させてもらった。先に見てしまってすまない。いえ、構いませんよ。両親の形見である以上、物としては持っていたいですが、研究の成果はみんなが知るべきですから。そうか。そう言ってもらえると助かる。とにかく、まゆかさんが亡くなられていたのは残念だったが、この研究成果が残っていたのは救いだった。ちょっと待つのだ。この前から気になっていたことなのだ。かなたお姉さんのお母さんはそんなにお年寄りじゃないはずなのだ。え、あ、確かに不自然ですね。そうですわね。絶対とは言えませんけど、夫婦が揃って病死されるにはちょっと若すぎる気がしますわ。そのことか。その資料の中に死亡の原因と思われる記述があった。だが。構いません、アキラさん、話してください。まゆかさんはつながりが切れた後、実験の失敗で異常に速い時空の流れに巻き込まれてしまったらしい。どういうこと？時空の乱流によって局地的に時間が早く経過して、まさか一気に老衰したということですか？現象の詳しいことは書かれていなかったが、結果はそうだろう。そんな、仮にも専門知識を持つ方がどうしてそんな無茶な実験を？まゆかさんも閉じたつながりを無理に開くことは難しいと分かっていたはず。だがそうとも言っていられなかった。それはもしかして。資料を読んだ時、なぜそんなことをしたか理解できなかったが、今なら納得できる。そんな、母さんは私のために事故を起こして、それで全部私のせい。違います。それはカナタさんのせいじゃないですよ。でも、自分の身が大変なことになったとしても、それよりも大切なことってあるもの。自分の身よりも。確かにそういうのもありますわね。それがまして自分の家族だったら、離れたままでいたくないって気持ちは止められないと思うわ。かなたちゃんは誇りに思えばいいのよ。それぐらいお母さんに愛されてたこと。
さて、私は私で動いてみる。お前たち、あとは頼むぞ。